この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さて、はい、じゃあここからが本番になってきますね。魚の下処理をしていきましょうか。やっと来た、はい、本番。じゃあ、タイからいきますか。はい、これはデデン、タイはね、ほら、先生がやるから一番、今日がメインだから、うん、メインだからね。ちょっとね、これそのタイ、なんて名前にしたんですか。サヨリです。サヨリ、これからサヨリがね、調理されてくる。サヨリじゃなくて、サヨリなの。サヨリ、まずね、誰の家にでもある、この鱗落としでこれで鱗を落としてきたら、かわいそうになっちゃうじゃん、なんかそうそう、ちょっとそのね、同情心やめなよ。サヨリサヨリやっぱ鱗落として早いな。いや超便利でしょ、うん、全然包丁でやってました。包丁でやって、うん、びっくりするぐらい大変だった。超大変でしょ、うん、でここにね、これから綿を取るわけですね。そうですね、このエラも落としてあげて、ね、エラはねどの魚も基本的に食べれないんで、うん、でこういったブラシ類で歯ブラシとかでもいいんですけどね、ここで中を磨いてあげて、血合いのところをゴシゴシして血合いを落としてあげて、5枚におろしていきたいと思います。5枚におろす、はい、まあ、その前にまず3枚になるんですけどね、はい、サヨリヘッド、これがね、その後またカブトになってくるんですよ。後でこれちゃんとお皿にこう置こうよ。いや、これね、煮付けにするの。あ、そうか、うん、これはこれでそう、これ大変だよね滑んないように布巾で押さえただけにポイントかもしれないですね。そうですね、こんな感じで、で、これでアラが出たんだけど、それをアラ汁にしていくわけですか。そう、これ後でアラ汁にするから大事に取っておきます、うん、ここあんまり良くないから。良くない、美味しくない。いや、まあ、基本的に食べれない。あとその寄生虫とかいるのって大体この内臓のところにいるから、これをまず切り落としますね。白い部分を、でもこの下が一番脂乗ってんのね。ここなるべく残しながらこれを落とすっていう。切りすぎちゃうと一番美味しいところがなくなっちゃうし、なくなっちゃうしっていう。ちょっとここ一番コツがいるかも。あー上手。あ、でもちょっとね、ちょっと身がちょっと切り落としすぎだけど、まあでも。あ、これ粗として煮ちゃうのが大丈夫なんですね。そうそうそう、うん、粗として煮ます。火を通せば大丈夫なんで、そこは。なるほど。で、こっから今度まだ骨が残ってんのが、この真ん中に、ここに骨が残ってるのね。大体この辺ぐらいまで骨があるから、これを、まあ、取りたいんだけど。はい、これはまっすぐ縦にもう切っていく感じ？斜めにこう切っていう、うん。あ、ただここの手順だけアジの場合少し変わるから。これはタイとかを大型の魚の時のみ使われるやつ、ね、お刺身食べようと思ったらこんな手間かかるんだね。大変なんですよ。そうなんですよ今度からお刺身食べる時はそれを感じながら食べな、ね、ほんとほんと、うん、でもうこれね、これでもうさっき作った煮付け出しにもドボンしちゃって、はい、もうそれも火をつける前からでしょうですね。そうですね、まあ、生姜少しね入れてあげるとね、で落とし蓋をするといいんですけど、落とし蓋がない人っても多いと思うんで、そうですね、その時の代用としてこのアルミホイル、これをですね、まあ、これ僕の裏技なんですけど、鍋あるじゃないですか、うんうん、鍋に取ってでこうやってやると、まあ、この鍋の型がつくじゃないですか、はいはい、でその型通りにこうやって丸めて折っていくと、これでその鍋にちょうどあったぴったりの落とし蓋ができるんですよ、うんうん、これをこうやって置いてあげる。ほう、やっとタイがいる。巻きでいきましょう、はい、その流れで皆さんにもじゃあ今度アジを挑戦していただきましょう。はい、はい、ね、アジの場合は鱗を割と包丁でいけます。こうやってで、ここに骨があるんで、まあ、ここはなんとなく周りをね、こうやってやって、ここにこうスーッて
骨に沿ってね。そうそうそう。骨を、あ、こういうことですか。そういうこと、そういうこと。はい、押さない、引いたり。頑張って。肩かったら、一回、この一回離して、まあ、このアジ大きいからね。じゃあ、今度こっちも行こうか。あ、そう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 。いいね。で、はい、ここに、これお尻なんだけど、はい、お尻側。そうそうそう、あ、この辺か、はい、で、これでこうピュッてこう、こう線引いて、お腹を。これ、初心者にしてもレベル高いね。うん、これね。やってるけど、OK、 OK、 はい、で、血合いってやっぱこう苦くてあんまり美味しくないから、血合いね、血合い、あの焼き魚の黒いとこってことですか、ね、そう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 、これがあるとね、あとその鮮度が落としちゃうから、はぁ、ちゃんとそれも、そうそうそう、ここで落として、落としとく、一発でスーっていく、そうそうそう、包丁って引けば一回で切れるから、ゴシゴシやると汚くなる。で、これでもう中までやっていけばいいのね。そうですね、うん、できないよね、ほんとに。ただ左足巻きで、はい、いろいろやっていきますね。で、こっちも同じようにね。え、合ってる、うん、わさびさんがちょっと冷たくなってるから、ね、やっちゃってる気がする。あ、いやいや、骨多少ついてるのはしょうがない、うん、そうそうそう、真ん中に骨がついてるから、うん、なあ、うんうん、まあ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 、最初はそんなもんだよ。で、はい、で、この尻尾をキュッ、キュッ、真ん中、反対側に、まあそれでもいい、落としていいの、うん、それでもいい、それでもいいけど、まあ、引いた方がやりやすい、うん、下側を切んないようにして、はい、で、そこの内臓のところもちょっと違うね、違う、右のとこ、そう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 、はい、お風呂っぽいよ、指を、先生どうですか。あ、うんうん、上出来上出来上出来。生まれて初めて料理をしたのが魚をさばくって。いや、それね、かなりレベル高いよ。レベル高いよ。もういつでもね、魚屋の嫁になれますよ。はい、で、OK。ちょっとでもなんか、まだ骨残ってる感じもする。あ、でもちょっとね、残っちゃうんですよ。それ、こっからね、骨抜きで取るの。で、この真ん中で、ボロボロっすね。ボロボロで、ね。で、この骨抜きでこう、スプスプってね、抜いてあげる。じゃあ、中に、冷蔵庫の中に赤味噌と、酢の味噌があるから、それ出して、はい、味噌汁作ってもらっていい？はい。すごい、的確な指示出したような感じで、ざっくりした指示でしたね。味噌汁を作れと。どっち、赤だし？まずこっちを入れて、あの、そんなに入れすぎずに溶いていて、まあ、307、3ぐらいの割合かな。すいません。これもこうやってるかな、通常の向きで。なんかわさび喋りなよ。わさびの番組なんだから。あのね、今ね、今あの梶江門さんの気持ちが分かった。わさびの番組だったから。これうちらアシスタントと見習いだから。消えちゃった。わさびさん。そういうそういうところが使われるんだよ。ここカットで。うちここへ来て休みこの野営流はそういうところを使ってくるんだから。焦りが見えてますね。焦りが見えて、いや、分かりやすいぐらい見えてていいよ、ね。いや、わさびコロナは全部ね、ライブのね、なんかハプニング起こった時とかね、そういう時のなんか感情が出ちゃうからね。出ちゃうね。あ、進化を問われる。身が持っていかれちゃった。それ今アジの叩きを作るんですか。これ叩きです。叩きにする。
皆さん分かりますかね、さっきまでとのこの手つきのちょっとした焦りの違いが手際がいいと言ってくださいその時のポイントは何かあるんですか。この時はですね、まあ、叩きなんで、割とこうざっくりざっくり大きめに切っちゃった方が食感もあって美味しいかなと思います。あんまり細かくしすぎないんでね。そうですね、そういうふうに振っていただけるととても助かりますまあ今日僕アシスタントなんで自分から率先してもう喋ることないですここちょっと雑ですね、切り方いや、どうせ叩くんでこの後まあそうですね。で、こうやって散らしてあげて、はい、これネギをメインですね、さーってやって、はい、生姜もねこう散らしてあげて、まあ、叩きっつうか包丁でこの混ぜてあげるぐらいのイメージで。なるほどなるほど、うん、盛り方豪快ですね。男の料理って感じがしてきましたね。もうなんか大家族だなこれ最後にちょっとこれだけでビール何杯も高さをつけてあげるとそうですね、はい、アジのたたきの完成です。先生、無言ですね。大丈夫ですか。それ今何の貝をどういう風に切ってるんでしょう。これ今サザエですね。サザエを刺身用に切ってる、はい、刺身ですね。本当はね、つぶ焼きとかしようかなと思ったんですけど、そんな時間がなくなったと。そう、時間の都合上つぶ焼きから刺身へ変更ですね。オール刺身でいきます。なるほどなるほど、はい、というわけで完成しました。すごい、待ってました。あっという間でしたね。あした2時間待った会がある。何やったの？とね、英語の勉強とアプリ。あっという間でしたね。あっという間でした。完成しましたけど、はい、じゃあもうね、冷めないうちに食べていきましょうか。これがあれですね、マダイ？マダイの刺身なんだけど、左がこっち側が湯引きしたやつで、向こう側が炙ったやつ、炙ったやつなんだっけ、なんか松皮作りだっけ、うん、なんか、うん、炙って、お好きな方から。これもあれですか、もしかして本わさびを吸ってくれたの。吸ってますから、紅が吸いましたから。紅が吸った、紅がわさびを吸った。紅がわさびを吸ってやった。わさびが紅にわさびの知り方を教えたのが紅が吸った。流れにくいよ。いつから食べても。じゃあいただきます。まずはこれ朝築地で買ってきた、はい、そうですね、マダイですね。あ、普通の味なんですよ。どうしよう。美味しいけど、すごい考えたのが、これってすごい美味しいけど、なんかその、捌くのすごいじゃん、うん、でもお刺身じゃん。そう、タイのうまさだよな。そうタイが美味しくて、それで食べ比べてみたら。これはもう料理食べてみたら。みんな食べてみたら、とりあえずみんな食べてみたら。これ別にそんな料理ってほどでもないけど、ブリの刺身が美味しそうだったから買ってきました。いただきます。これさ、あれなんだよね、醤油溶かすよりこうやって食べたら美味しいんだよね。そう、本わさびだからね。うん、脂が乗ってる。ブリうまっ。これ何？それ肝醤油。おお、サザエ。サザエの肝醤油。アジでつけて俺は食べたことはないけど。これの肝の醤油とかでしょ。私個人的にこの盛り付けがすごいなと思ってる方でしょ。これね。そう、ちゃんと蓋をさ仕込んで、ちゃんと高さをこう出すように。アジの叩きがいいですね。もうわさび後半戦はね、もう焦って何にも喋んのかな。そうなんだよ。なんか その様子は聞こえてきたよ。わさび怒ってんのって言ってたよね。そう、人乗ったらね、怒っちゃう。そうなの。そんなことないよ。料理人みんなそうだから。寡黙なの。ね、急いでる時。切羽詰まってくるとね、急にね、無口になってね、雑になってくる、言い方が。で、なんかこう、こう話しかけられると、ちょっと返答が荒くなる。うん、もしかして、これは、ベニが切ったネギ。どうだよ。
これはもしやあの紅のだってこれ今日わさびクッキングだけど紅の初めての料理だから、うん、確かに魚もさばいたしね、うん、紅ファーストスペシャルだからね今日。でも初めてさばいた割にはちゃんと形になった。いやすごかったよ、うん、またやりますか。え家で家で、うん、道具揃えてるところからだよね。そうだね、なんかそういろいろ包丁とかも大変。出刃とか持ってないもんね、うん、あんま出刃持ってない。出刃じゃなくてもね、うん、あの結構切れる万能包丁あれば全然できるんで。あれ鱗とかの処理は、あ鱗落とし割った方がいい。だよね。貝をやるんだったら、まあ、アジぐらいだったらいらない。これ第2回わさびキッチンは何作るんですか。便利。どうしましょうかね。作ってみたい料理とかないの。でも、うん、まあなんかやりたかったの本当魚とかさばくなんて絶対多分誰かいてくれないと言われないから。まあね。1万円とかあ。魚系。うん。いやもうえ今日やったじゃん。イカとかやってない。イカはイカも怖くてできない。イカも結構大変なんだよ。え、何やってスタメンなの？スタメンじゃん。ベニーだね。私気づいちゃったけど、やっぱり遠くなんかさ、うん、遠目にさ言葉つってたよね。うん、なんか何今スタメン見習いだよ私。ベニー戦力外のつもりで呼んだんだけど、思いのほか役に、うん、意外と才能があることに気づいたから。あ、そう。うん、これは私も知らなかった。そういう人もね、今日学んだことをお家に帰って生かしてください。スタメン入りおめでとうございます。あなたもしれない。まあ、将来の夢とかでこういうお店出すとかないの？まあ、そこは趣味なの。そうですね、僕の頭の中はわがきバンドのこといっぱいいっぱいなんで、いっぱい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 わがきバンドでいっぱいなんじゃなくて、わがきバンドでいっぱいいっぱいだから一瞬なんか嬉しリーダーとして嬉しいこと言うのかなと思ったら違ったね、いっぱいいっぱいこき使われてるって話ですよ。もういっぱいいっぱいいっぱいじゃないけど、どうでした今日これ食べて、どれが私は一番好きなのは、うん、やっぱりこのアジのたたきが好きです。アジのたたき美味しいね、うん、ご飯とエイクにすごく相性がいいから、うんうん、エイクに食べてられるから、うんうんうん、もうこれとこれだけでもう幸せ、うん、ご飯にバーってもう乗せて食べたい。確かに、ね、で2番目に好きなのはこれです。タイのカブトにね、うん、で煮つけすごいもともと好きなんだけど、うん、やっぱり私はね汁ご飯大好きな人なので、うん、ご飯との相性がいいものが出てきちゃうと、うん、もうたまらんで、うんうん、ですごくあの甘すぎずすごく程いい甘みで美味しかったし、うん、これもなんだ臭みとか全然なくて、うん、魚味の、うん、臭みがないし、あの何よりネギが良かったよ。これ今日のやつだよね。ということで点数つけたら何点ですか。5個中5個中じゃないですか。3つ中3つ3つ中3つ中だったら星3つ星3ついただきました。てってでそりゃ3つだよ。ました。また第二弾。はい、はい、これで、まね、あれだよ。あのイヤリュウの女子みんなわさびが好き。わかんねえ。隣でちょっとかっこよくしてたキヨシがいいとか。あ、言いますね。全部持ってかれちゃう。あと意外とね、キヨだったベニーベニー人気がね。いやなんか逆にさほらさなんかその頑張って切ってる姿が可愛くて、うん、そう僕が助けてあげたい。あ、いいね。もう俺豆な男子が。そう、うん、豆男子。ですかね、うん、はい、じゃあ今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。スタッフさんとみんなで一緒にご飯食べましょう。はい、いただきます。ありがとうございました。